誰とは言えないんですけど、私が今一番好きな剣道長が楽屋の路面にあって、さっき通り過ぎちゃって、やばいかもって思っちゃいました。緊張してんのか浮かれてんのかわかんないですけど、なんか私すごいおじいちゃんとかから本当にちゃんと働いてるって言われてるおじいちゃんとおばあちゃんに見せて安心させてあげようって思う意気込みです。普段あんまり喋らない人なんですけど、今日はいっぱい喋りたいと思いますはい、イルミネーションに夢中になってたらおしゃれだし見つけちゃったよお疲れ様です。スポニチ、間違えちゃった。日本さんです。スポニチさん、です。はい。もちろん。私は超イージーです。はい、そうだね。そうだねって毎日言ってますよね、私。あ、もう余裕です。そうだね。余裕ですね。はい、こちらです。あれを目指しますです。イエーイ。これはですね、阪神優勝をあれってことなんですよ。毎日使ってるので。使えると思います。大谷翔平さんの憧れるのをやめましょうです。知ってます、もちろん。よくニュースで拝見します。じゃあちょっとメンバーに使うかなっていう作戦で言いたいと思います。私はブラボー。これめっちゃ言えそうじゃない？なんかメンバーとかがなんかいいこと言ったときにブラボーって言えそうだから結構イージーな気がする。私はこちら。なんも言えねえです。なんか使う時でも愛花ちゃんが発した言葉に対して言えちゃいそうな。どうなんやろう。頑張ります。じゃあ早速今日のゲストをお呼びしたいと思います。スポーポーのお兄さんです、私たちスポニチ初のライブイベントスポポポポニーです。こうなんか人見知りの子にこうしたらちょっと多分今日しか会わないって思っちゃうから。なるほど。今日でその話しかけようってなるのは、目があったらもう話しかけてっちゃうのか、目があったらなんかもう目あったら話しかけていい人やって目があっただけかななります。すごいマインドがすごい変な話ナンパとかされても喋っちゃうんですよ。逆に言うと行かないんですけど、前の愛とか普通に喋れちゃうんですよ。本日見ていただきありがとうございました。せーの、良いお年を。あれ OK です。ありがとうございます。はい、そうだねでした。じゃあもう相づちのように普段から言ってるので、多分無意識に何回も言ってますね、私。むしちゃんは本当に競馬大好きで、そうなんですよ。それはどういうきっかけですか？大成功です。でね、憧れるのをやめましょうです。言えました。私は全然喋れないから、なんかめっちゃしおちゃんいいなって思ったけど、そんななんか名札見て喋れることもないから、もう憧れるのはやめましょう。憧れるのはやめましょう。憧れるのはやめましょう。ちょっと噛みましたけど、言い直してバッチリ言えました。なんか意外とスッと馴染んで、あれこれ本当に馴染んじゃっていいのかなって感じで、自分的にはもうしめしめって感じでした。じゃん。こちらのあれを目指しますです。志保さんがコミュ力が高いっていうところで、ゆうちゃんもあれを目指したいと思いますって言いました。目が忘れられないので、あれを目指したいなって思って生きてました。あれを目指したいなって思って生きてました。あれを目指したいなって思って生きてました。確かに身近にでもいるとさ、映りそうじゃない、そのコミュ力。でも志保さんのことをあれって言っちゃう。違う、志保さんがすごいコミュ力が高いのを見て、いやあれを目指していきたいですねって言いたかったのに、なんか志保さんに対してあれを目指しますって言っちゃったところがちょっと心残りではあります。じゃあ今謝っとこ、ごめんなさい絶対でした。いや本当に素晴らしかった。ブラボーですね。これはもう本当に素晴らしい、楽しかったです。どれぐらい仲良くなれたのかなっていうのをね、お聞きしたいですけど、はい、じゃあお願いしてもいいですか？全く迷わず。わあ、ブラボー、ブラボー、ブラボー。さすが。ね、ブラボー。やっぱ星名京香はできる女ですよ。ブラボー、本当に素晴らしい。拍手が私しか聞こえない。じゃじゃん。なんも言えねえです。いや、ほんまに言えてないです忘れてたでしょ。いや、覚えてはいた。愛花ちゃんの憧れるのやめましょうを聞いて思い出した思い出した。じゃあ、罰ゲーム決定です。会場でライブができるとかですか？ちょっと考えます。また考えます。やばー。頑張ります。皆さん配信はいかがだったでしょうか？楽しいんだよ。やっぱよかった。そんなぽぽぽぽに2024年1月12日池袋スタジオミクサでセカンドワンマン